あなたと子供たちのいる世界と全く別な世界へ来てしまいました。待ってる子供たちはどうなるんだ。年寄りはもう人生はないんですよ。交通事故は被害者はもちろんだが加害者の悲劇だな。人間なんてララ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 人間なんて。今年も一番可愛い。今年もよろしく。トラバーユ JAS シンガポールへ。2月3日就航。世界の親近感 JAS 日本エアシステムです。月々3000円からが私は嬉しい。純金定額積立てマイゴールドプラン三菱金属。好きです。これさえあれば死んでもいいとは思いませんけど、でも梅の香り好きです。長屋エンジンチューナーの神様ポップ吉村は言う。ガソリンは重要なパーツの一つだ。クリーンに燃焼してこそ力強く健康な走りができる。強積シエット GP1。 お腹は体の中心です。シンビオフェルミン S でお腹大切に。シンビオフェルミン S。 今日会社を辞めてきました。でも心は明るい。だってプッシュホンで仕事が探せるんだもん。50のムーちゃん1並び。仕事選びならニペル。今住まいに求められているのは実感できる快適です。ホームストデザインなら快適のエッセンスがいっぱい。ホーム、ホーマー、ホームスト。ホームストの住まいです。風にルルルル、熱にフラフラ、ズキズキ、ルルでブニブニ。くしゃみ3回、風は早めにルル3錠。デンデン。90年代、私たちのビジネスはどこまで飛行機を超えられるだろう。ビッグマーケティング宣言 ANA グループ。日本の肩こりは根が深い。新発売ナショナルパナコラン900万ヘルツの高周波がこりをほぐします。肩こりにパナコラン。パナコランで肩こらん。オペン究極のエアロダイナミックフォルム。ドイツ車選びの基準が変わる。オープン。いすゞがお届けします。明日に向けてまた一歩。名工紹介です。 Where is everybody?Where did they go? Batman. はい、じゃあみんなよろしくな。はい、よろしくお願いします。よろしく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 お願いします。モルツは春から縁起がいいや。麦芽 100% 生ビールサントリーモルツ。今年もどうぞごひいきに。10年前手に入れた会員権が妻との時間を深めてくれる。会員権はジューチーゴルフ。最近肩凝るよ。シェギナベイベー。ちょっとあのクロフ味出してんじゃん。前の連腕は高かがリコリコで。厳しいわよね。目立たない、匂わない。サロンカスハイ久光。ただいま JAL で移動中。 JAL。 この番組は
日本エアシステムの提供でお送りします。新年明けましておめでとうございます。中山美穂です。去年は一体どんな年でしたか？去年は私にとって初めての経験が多くて、初の武道館コンサートもやることもできたし、あと初主演で映画も撮ることができて、とてもいい年でした。新番組卒業の中での美穂ちゃんの役柄はどんな役なんでしょうか？今回卒業っていうドラマは20歳の女子大生の役なんですけれども、普通の女の子の役なんですごく難しいです。今年の夢はどんな夢？今年は、そうですね、去年英会話を覚えるという約束を立てたんですけれども、立てたんですけど叶えられなかったので、今年こそ頑張りたいと思います。では最後にファンの皆様に一言どうぞ。はい、今年も地道にコツコツとやっていきますので、長い目で、見ていてください。JAS シンガポールへ2月3日就航。世界の親近感、 JAS 日本エアシステムです。この番組は日本エアシステムの提供でお送りしました。この冬スキーで決まりかもしれない、アルペンスキー板靴 50% オフ。21世紀を面白くする新しいシンボルです。明日はもっと面白い。アルバイトをキャッチするデイリーマガジン、アン。コスモよろしくお願いします。一年の計は満タンにあり、コスモ石油です。 To the world 001。苦労しいばかりにティーパンが食べたくなったのだが、さて作り方がわからない。香港のロバートへ電話してみるとオマーンへ旅行中であるという。オマーンへかけてみるとウルグアイへ立った後である。散々追っかけ回した挙句、やっとトリニダード・トバゴでロバートを捕まえた。ここでちょっとコマーシャル。001はあなたを世界180の国や地域と結んでいます。こうして出来上がったティーパンがこれです。はい、はい、001。明日を今自由なプランニングが魅力のファンド、ダイワのステップ。新鮮な商品を揃えて元旦より空いてます。おい母さん、セブンイレブンは空いてるぞ。ほら、新鮮な商品を揃えて元旦より空いてます。セブンイレブン、いい気分。世界に挑む戦国超大作、天と地と人の夢まで加速する、フォーミュラシェル、パワフル&クリーン、連続給油が効果的、フォーミュラシェル。お近くの昭和シェルへ。次の時代にキスしたい。新しいマルコ、楽しい話って時間にわがまま。宮沢りえのお正月はお得な市外電話0088、日本テレコムです。
スイスハーブの力です。喉に山の内製薬のハーブキャンディー。ビーング明日という字は明るい人が来るんだ。変わるという字は恋しい字に。仕事を決めるなら週刊ビーイング。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。明けましておめでとうございます。元日夜の JNN ニュース、届いたばかりの映像からご覧いただきましょう。犬ぞりで、南極大陸の世界で初めての横断に挑んでいる国際探検隊が先月12日アムンゼン以来およそ80年ぶりに南極点に到達をいたしました。でその南極点到着の瞬間の映像が現地から届いています。ご覧ください。犬ぞり隊としては1911年のアムンゼン隊以来となる南極点到達は12月12日のことでした。氷点下40度の寒さの中、アメリカのアムンゼンスコット基地の関係者らおよそ80人が口笛や歓声で出迎えました。Good enough, buddy. Grand Marie. Yeah, I'm looking at some Grand Marie really. Yeah. There's something about magic about the South or North Pole, especially when you arrive by dog team. It's, I don't know what it is. It's just a fascination, and it's. There. There, South Pole. そして6人の隊員は南極点の前から環境保護と平和を願うメッセージを世界中に送りました。金太です。まだ子供ですけども、いつもそれを一生懸命聞いてくれます。昔の偉大な探検家が憧れ続けたところで、特別な場所だと思うんです。で自分にとっても一つの夢のようなものでありました。これまで南極さんが自分たちのことを本当に鍛えてくれましたから、まあ大丈夫だと思います。国際探検隊は現在南極点から残りの3300キロを走破中で、ゴール地点には今年の3月に到着する予定だということです。元日の日本列島は厳しい冷え込みになりましたけれども、太平洋側では晴れのところが多く、初日の出が見られました。元日の各地の表情をご覧ください。日本一の落差を誇る那智の滝、ご覧いただいているのは今年水銀灯での照明を初めて試みたもので、参拝客の前にその神秘的な姿を浮き上がらせました。名古屋の熱田神宮では13年ぶりの雪の元日となりました。午後から雪は止んだものの、訪れる人は手をかじかませながらの参拝でした。しかし自粛ムードだった去年とは違い、12万人余りも多い92万3千人の初詣客を記録しています。年賀状の方も去年より2割増えまして、全国で23億4400万枚が今日配られました。干支の馬にちなんで、福島県喜多方市では郵便馬車が登場し年賀状を配達しました。馬年早々サラブレッドの保養地、石川県の小松温泉牧場では馬が温泉に浸かってうっとり、シーズンで痛めた腰や足のリハビリに励んでいます。一方、若者は裸になって冷たい川に飛び込んでいきます。大分県の祭り宝蘭縁夜、海の安全と豊漁を祈り300年以上も続けられているもので、見物客からの酒や祝儀を受けながら川を漕ぎ上がりました。こちらも神頼み、東京渋谷にある大手予備校では受験生3000人が合格祈願の浜屋と日々これ決戦のお札を受け取り、早速受験対策の特別講義を受けました。僕たちの正月は3月だ、
これが参加者の合言葉だということです。1980年代を激動で締めくくりました東ヨーロッパでは、新しい時代に向けて去年までとはがらりと変わったお正月を迎えています。まず去年の東ヨーロッパ民主化の象徴となりましたベルリンの壁の前から宮特派員がお伝えいたします。10日前に解放されたばかりのブランデンブルク門です。ここでの1990年は花火とシャンパンと大騒ぎの中で開けていきます。東西一緒に迎えることができる新年にベルリンの人たちは本当に大喜びです。 Eine eventuelle Wiedervereinigung und Frieden für alle Menschen auf jeden Fall und dass alle glücklich werden im neuen Jahr。Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht, ja, mit der Entwicklung hier und dass wir bald ein gemeinsames Europa sind. Ja, yeah! ブランデンブルグ門周辺の興奮は明け方近くまで続きましたが、この騒ぎの中でテレビの大型モニター用の台が崩れて1人が死亡、50人が怪我をしました。ところで、モドロー首相は新年に向けて発表したコメントの中で、経済の再建を今年の最優先課題に挙げました。東ドイツにとってはこれまでの社会主義の経済体制をいかに修正するか、西側から何を取り入れるかが今年の大きなテーマです。ベルリンの宮特派員でした。一方、民主化を要求する市民の犠牲で独裁体制を崩壊させたルーマニアですが、救援物資のオレンジや本来輸出用だった食品が国民の消費用に振り向けられ、チャウシェスク政権下の物不足が多少なりとも解消されそうです。しかし、秘密警察軍に殺害された人々の葬式が正月も行われるなど、深い傷跡を残した正月になっています。続いてはスポーツです。まず新春恒例の全日本実業団駅伝は、晴れ渡った上州路を舞台に熱い戦いが繰り広げられました。午前9時20分群馬県庁前を24チームが一斉にスタート。まず第1区優勝候補旭化成の谷口、日産の成田らに混じって九電工の新鋭綾部健二が健闘、残り2キロでスパートして首位に立ちます。しかし3区に入ると去年スタートで大ブレーキの米重が4人抜きの快走を見せて、旭化成がトップに躍り出ます。ところが5区では2位につけていた日産のベテラン加藤が旭化成をかわしてトップに立ちます。旭化成と日産の一騎打ちという感じになった最終7区、両チームほとんど同時にタスキが渡りましたが、日産森田のブレーキで勝負はあっけなく決まります。旭化成の西がそのままトップでゴールイン、6年ぶり13度目の優勝を飾りました。続いて天皇杯サッカーの決勝戦の模様をご覧ください。日産の連覇を阻むことができるか、白いユニフォームのヤマハは0対0で迎えた後半4分、フリーキックからアンドレがダイレクトに決めて1対0。アンドレはこの後 PK でもゴールを奪い、一気に日産を引き離します。ところが日産は13分にロペスのゴールで2対1、さらにその7分後今度は得点王のレナトがヤマハのミスをついてシュート、同点に追いつきます。逆転のチャンスを虎視眈々と狙う日産はついに33分コーナーキックからディフェンダーの佐野がヘディングで見事ゴール、日産が大逆転の末天皇杯2連覇、去年の JSL カップから引き続く史上初の連続5冠を達成しております。元日の今日、全国各地で死亡事故が相次ぎました。で、福島県では夕方軽ワゴン車が民家のブロック塀に激突して4人が死亡しています。で、今日午後5時前、福島市内の県道で